皆さんこんにちは、西川瑞希です。今回はディオールの新しいリップの紹介をしたいと思います。じゃん。すごいパッケージも可愛くて、ピンクとかちょっとブラウンっぽい感じとか赤っぽい感じとかあるんですけど、マットのパッケージがなんか新しくておしゃれだなって思って、ポーチとかから出した時もすごい可愛くてお気に入りなんですけど、で今日はこのリップを付け比べていきたいと思います。では早速こちらのカラーから塗っていきます。このカラーはディオールアディクトリップティントの451番のナチュラルコーラルというカラーです。塗ってきます。こんな感じで一塗りですごいカラーがしっかり唇につくんですけど、でもなんか塗った感じはすごく軽いので、つけてる感じがしないぐらいな軽さで、唇にキュッて密着するような感じなので、これはキスプルーフって言ってキスしても落ちないリップみたいなんですけど、で塗ってるカラーも10時間ぐらい持つみたいで、この間私も一日中つけてた時があったんですけど、食べたり飲んだりしてもやっぱり色が全然落ちなくて、まあ少しは薄くなったりとかもしちゃうから、たまにまあ夜とか夕方らへんになってからもう一回足したりとかはしたんですけど、本当にやっぱ普通のリップよりかは全然落ちなかったので、仕事からあんまり塗り替えたりする時間がない人とかはすごいいいなって思いました。次はじゃん、こちらのディオールアディクトリップティントの881番のナチュラルピンクのカラーを塗っていきます。こんな感じです。ピンクがすごく可愛い、春っぽいし、これから夏とかは海とかにつけてもすごい可愛いカラーで、結構こういう発色のいいピンクはすごい私も好きで、こういう黒めのお洋服にパッてつけても可愛いし、淡めのお洋服のカラーとかに差し色としてこういうピンクをつけてもすごくおしゃれで可愛いなって思います。次にじゃん、こちらのディオールアディクトリップティント351番のナチュラルヌードのカラーを塗っていきたいと思います。こんな感じです。これは最近すごく私も好きなカラーで、プライベートに愛用しているのが一番多いカラーはこれなんですけど、なんかちょっと落ち着いた感じのピンクなので、お洋服とかの邪魔もあまりしないし、大人っぽくも可愛くもどっちにも使えるカラーかなって思うので、普段使いは一番しやすいかなって思います。次にじゃん、こちらのディオールアディクトリップティントの491番のナチュラルローズウッドをつけていきます。っていう感じなんだろう、なんか私初めてつける色味なんですけど、ちょっと深みのある感じのカラーなので、一気にグッて大人っぽくなるかなって思うので、カジュアルな格好の時とかちょっとクールめなお洋服の時とかにつけてもいいかなって思うし、いい感じ、好きなカラーかなって思いました。ピンク味も赤っぽさっていうかピンクっぽい感じもほんのり入ってるので、こう見るとすごい茶色かなって思ったけど、塗った感じはもうちょっと赤みピンク味があるので塗りやすいかなって思います。最後にこちらのディオールアディクトリップティントの761番のナチュラルチェリーのカラーを塗っていきます。すごいこれはレッドって感じで、もうパキッと赤のリップなんですけど、私は赤リップがすごく大好きで、ちょっとしたパーティーの時とかそういう時はリップとかもこのまま保っていたいし落ちたくないので、キスプルーフはすごくいいなって思います。結構赤も映えるので、なんか写真撮った時とかはちょっと濃いめのカラーの方が写真映えしたりとか可愛く撮れると思うので、こういう赤リップとかはすごくおすすめです。こんな感じでディオールのリップたちだったんですけど、私はやっぱりこのカラーは普段使いとしてはすごく好きかなって感じで、もう一つこれがすごく可愛くて、これも結構優しい感じだったので、可愛い感じのお洋服とかにも合わせやすいし、すごい可愛い
なって思いました。ぜひ皆さんのお気に入りもあれば試してみてください。では石川瑞希でした。バイバーイ。皆さん今日の動画はいかがでしたか？下のチャンネル登録ボタンから登録お願いします。